さて会場内をご覧いただきましたけれども、まずはいかがでしたか？いやもう今日息子が来たかったんですけど、はい、もう本当にそれくらい大好きで、あもう来たら興奮するだろうなって思いながらニヤニヤしながら、はい、中を見させていただいて、もう本当に貴重なね手書きのものだったりとか、はい、本当大人も来てもとっても楽しめる展覧会になってるなと思いました。はい、うん、もう非常にたくさんのね思考が凝らされていたんですけれども、はい、なんかお好きな箇所とかありましたか？でも本当に衣装がリアルにねこう作られていたりとか、犬のボンドもリアルにこう作られたので、あこんな感じだよねみたいなのがすごいこうリアルに感じることができるのですごい楽しかったです。そうですね、なんか立体になっているとまたなんとなく親近感というか、はい、そうです ね、あとはもう手書きのネームのところも、あ本当なんか貴重な、ね、ところを見させていただいたなっていう感じがしますね。こうボツの作品があったりとか、はい、楽しみ、はい、楽しんでいただけるかなと思います。はい、遠藤先生のこう生みの苦しみといいますか、ね、そうですね、そのご苦労なんか、うん、なんか一つのキャラクターにしても、あ最初こんな顔にしようとしてたのかなとか、あこんな髪型だったらこんな全然人違ったなみたいなキャラ設定もすごい考えられてるんだなっていうのがこういろいろ見られるので面白かったです。ありがとうございます。そしてこの、スパイファミリー皆様もご存知かと思いますが、はい、凄腕スパイの黄昏と、うん、超能力を持った少女アーニャ、うん、そして殺し屋の顔を持つ夜と、この3人のかりそめの家族がさまざまなミッションに挑戦していくという、うん、まあ、物語なんですけれども、はい、うんうん、ちょっと藤本さんのファミリーで何か、はい、チャレンジしているミッションなどはありますでしょうか？ちょっとなんか規模がすごく小さくなってしまう。やっぱり我が家は早起きですかね。すごい規模が小さい。もうこれからやっぱり夏休みに入るので、夏休みに入るとやっぱり夜遅く寝て夜朝遅く起きるみたいになっちゃいますけど、そこをねちょっと早く起きて、正直はみんなで走ったりします。朝だったり、まあ、夜だったり、もう今夏はちょっと暑かったりするので、夜お風呂入る前に5人で走ったりします。それはどのくらい走ってらっしゃるんですか？2キロちょっとぐらいですかね。かなりですね。そうですね、だからもう今日は一周ねって言いながら走ってますね。うんうん、早起きに関してはどうですか？誰が一番このミッションに前向きでいらっしゃいますか？でもやっぱり小学生チームの上2人はなかなか普段から早起きしてるので起きたくないっていうのが実際なんですけど、一番はやっぱり3歳の次女は、おもうちょっと寝ててほしいなと思っても起きちゃうっていうのもありますね。逆に、はい、前向きですね。もう起きよっかっつって起きてカーテンをファーって開けられるので、それで、はい、起きてますね。庄司さんはどうですか？庄司さんもね結構早起きですね。うん、年々早く起きるようになってきたので、お年になってきたのかなってちょっと思いながら、お年頃かななんて思ってます。ではこの夏休みのミッションは、はい、みんなで早起き。そう、リズムをねあんまり夏休みだからといって崩しすぎずに、はい、健康にね過ごしたいなと思います。ありがとうございます。さて、この展覧会に戻りますけれども、はい、遠藤先生のコミック、スパイファミリー最新11巻までの名シーンを、うん、まあ、イラストでしたり立体でしたり、うん、映像で展示して紹介しているんですけれども、はい、藤本さんもすでに11巻まで、まあ、読まれていると思いますが、はいはい、特に印象に残っているシーンがこう展示になっていたりしますか？あります。持ってきていただいたんですけれども、いやもう本当にねいろんなところがあって選びきれなかったんですけど、私はこの犬のねボンドが新しい家族に、あもうこれで家族になったんだなっていうシーンが、あなんか素敵だなっていう、なんかこうフォージャー家3人ともね本当の家族じゃなかったりするじゃないですか。だけどなんかこうどんどん本当の家族になっていって、そこにまた迷えるワンちゃんが一人一匹家族に加わるっていう素敵なシーンだなと思ってこれを選ばさせていただきました。はい、うん、ね、表情がなんかいいですよね。本当にこう心預けてるっていう感じで、ね、そうですね、ここも素敵なんですけど、このアーニャとボンドを見るこの二人の表情も、あなんかこう本当に親らしいというか、こう微笑ましく見つめてる
ていうのがなんかやっぱ親として、ね、寝顔を見るって結構幸せだったりとかするのでなんかちょっと象徴的かなと思いました。グッズの方も非常にたくさんありまして、はい、すごいある、ね、見切れないくらいあるんですけれども、はい、公式パンフレットや100種類を超えるオリジナルグッズが大変魅力になっておりまして、はい、先ほどご覧いただきまして、うん、あのお土産なども選んでらっしゃったようなんですけれども、はい、選ばさせていただきました。ちょっとご紹介いただけますか。これはもうあのアーニャのね慣れるカチューシャですよ。これはもう娘に、あの下のあそうですね下の娘にですね、はい、かわいい。あの去年あのハロウィンの時にコスプレもしたんですけど、うん、コスプレの時はこのカチューシャがついてないやつだったんでこれつけるのすごい大変だったんですよ。でも今回はこうカチューシャになってるのすごいありがたいなと思いました。はい、これは人気になりそうですね。そうですね。あとはこの T シャツ、いい伝行ですね。はい、あのアーニャが通っている学校のこれまあレディースサイズなんですけども息子とかもこれこのサイズでいいかなと思って、かっこいい。普段着ててもなんか素敵ですよね。そしてあのが素敵な学校に通えてる雰囲気を、はい、と、はい、あとはアーニャが描いた絵のハンカチです。あ、なかなか斬新なこうね。そうですね、うん、私も結構近しいものがあるのでちょっと親近感湧きますね。はい、いいですね、これはね。これいいですね、うん、夏場にも。はい、あとこれですね、かわいいアーニャの変顔ポーチ、かわいい。ちゃんと後ろにチャックがついてていいですよね。これいいですね。何入れましょうかね、これね。飴じゃないですか。飴ですかね。飴、お菓子入れて。はい、これはどなたにですか。これね、迷っちゃいますね。私が欲しいぐらいですね、うん、それもありですね。そうですよね、うん、だから長女とちょっと話し合います。でも私が多分ハンカチになりそうな気がします。 あれ、庄司さんはどうします。庄司さんは、あ、そっか。あ、庄司さんね、さっきお菓子も選んだんですよね。あのステラの星の形になってるグミとかもあったりしたので、ありましたね。なんか素敵なことをしてくれたらその星のグミを1個あげるっていうことにしようかな。たくさん集まったらね。そうですね、はい、いいことあるよって言って、はい、素敵なエピソードありがとうございました。はい。